ラウド。おや、お連れさんかい。どうぞ。ん？その目は、もしやソルジャーかね。え？ああ、うちの子を知らないかい。ザク、大丈夫かい。ああ、誰だって。ザックス、ザックスウェアだよ。ザックス、いや、知らない。生意気なこと言って飛び出したきりでね。最初のうちは手紙をよこしたが、あなたが来た時もてっきり手紙にあったガールフレンドかと思ったの。しつこく聞いてごめんなさいね。ザックス、ガールフレンド大勢いると思います。ああ楽しくやってるならいいんだけど、頼りがないのはなんとやらっていうしね。うん、そうですよね。もし、もしも息子に会ったら連絡だけでもするように伝えてくれんか。もちろんです。クラウド、失礼しよっか。もう行くのかい。何にもなくてごめんね。いいえ、私も突然来ちゃって何も何もさあ、ミッドガルの人と聞くと、つい息子の知り合いかもと期待してしまってね。ここと違ってミッドガルは広いだろうに。また戦争が始まるなんて噂もあるんでしょ。ザックスも忙しくなるのかね。クラウド、私何してるんだろう。ザックスの話したよね。ほら、好きだったとかそういう話。ああ、ここふるさとだって聞いたことあって、ちょっと似てるかもって声をかけたらお父さんだったの。ご両親の気持ち何にも考えてなかった。お家にまで上がり込んで寂しい思いさせて。二人とも嬉しそうに見えたけどな。ありがとう、優しいね。そいつのことまだ好きなのか。なんというまっすぐな質問。そうだね、嫌いになる理由ないもの。何にも連絡もないって。そう。
エアリスを放っておくなんてどうかしてるな、そいつ。ん？ソルジャーなんだよな。それなら可能性としてもう死ぬ。クラウド？悪い、少し休む。クラウドね、ザックスのこと全然知らないみたい。とにかく休もう。この村の特産品は。今の聞いた？マッコーロの方からだよ。丘の上に行ってみよう。あなたたちの目的？ま、そんなとこだ。よく聞こえんのか？何日か前からかな。青年団で調査に向かったんだけど、見たことのないモンスターがいて近づけなかった。黒くてうじゃうじゃ飛んでるだけなんだけど、なんだか嫌な感じでゾッとするの。うじゃうじゃだとよ。姿が見えたのか？ええ、見た。見えたわ。それがどうかしたの？フィーラーだろうな。ふっ、面白くなってきたじゃねえか。うんうん、早く行こう。てめえは留守番だ。はあ？なんで？どうして？引っかき回されちゃたまんねえ。悪いが捕まえといてくれ。荷が重そうね。さっさと行って様子見て戻ってくる。
だから俺とクラウドたちで行きてえが、どうだ。わかった。急ごう。ティファたちは村を守ってくれ。団長から聞いています。お取りください。ウェポンはともかく、フィーラーもいるとはな。そのフィーラーいうのは何ですか。運命の番人。運命を変えようとする者の前に現れ、行動を修正する存在だ。しばらく見てなかったよな。あの日までの運命からは逃れたのか、新たな運命に飲み込まれたのかもな。なんや、けったいな話ですな。
フィーラーは誰からも見える存在ではない。認識できるのは我々だけだったはずだ。ああ罠かもしれない。どうする？気は抜くな。
げえな。魔鉱炉がある土地はもともとエネルギーが豊富やから。どっから入るよ。フィーラー、以前とは様子が違う。そうか。さあ始めようか。行こう、こっちだ。到着まであとどのくらいかしら。はっ、半時ほどかと。どれから使おうかしら。出番があるでしょうか。おバカさんね、出番は作るもの。すぐ終わる。行け。このストックで。頼んだぞ。待ってました。僕は働いたんとちゃいます。覚悟はいい。畳みかける。そっちは任せる。ざまにやばい。邪魔ねえな。
好き勝つ。いや、させねえ。片付いたな。
沈め、うん、おっチレおっえっ、それ覚悟は今がチャンスだ。ハーディ行くぜ。ああ、こんなもんよ。ごめんやね。期待してるぜ。楽させて。おりゃ頼んませ。下がって。いいやつだ。沈め。それここで仕掛ける。僕働いたんとっちゃいます。
線を変える。俺の見せ場だ。聞いてんな。いけんだろ。任せてや。ほーい、倒しきってください。届く。ここまで。おっ、沈め。攻め。バレットハーン、ウェポンとあってどないしたいですか？もちろん、一緒に戦うんだ。誰と戦うつもりです？敵は誰なんですか？もちろん、マコーも止めてる。マコーはともかく、セフィルスは5年前に死んでますけど。でも、いる。お前も一度戦えば分かるぞ。にわかには信じられませんな。そっちか。仕上げだ。きっとどんなもんよ。油断したな。落ちろ。せん。ちれ。お。ここまで。落ちろ。届く。気負いすぎる。待ってました。気合い入れとけ。よっしゃ、やるで。エッチョアガリってな。